はい、ガジャマルです。今回は OCN モバイル1でめちゃくちゃお得なセールが始まりました。もうこれはとりあえず買っておこうというレベルです。 OCN モバイルのいいところは2個あって、1つ目は維持費が安いです。スマホ代は一括2750円からで、大手キャリアの一括1円ほど安くはないですが、維持費が格段に安いので、大手の一括1円より機種によってはかなり安く購入することができます。2つ目のいいところは、新規でも他社から乗り換えでも一括料金が変わらないところです。基本的に一括特価の場合は他社からの乗り換えが必要ですが、 OCN モバイルの場合は新規契約で安く購入できます。サブで端末が欲しいとか、今のキャリアから乗り換えたくない方にはかなりおすすめできます。この2つのいいところ、維持費が安い、新規でも OK、 もうこれは買うしかないと思います。それではセールの機種を見ていきましょう。5000円以下の機種は2種類となっています。シャオミのレドミノート11が一括2750円、それにオッポの A55S が一括2860円となっています。とりあえず1台欲しいという方におすすめです。続いて5000円から1万円未満の機種も2種類となっています。Moto G32 が6820円、 OPPO Reno 5A が9570円となっています。1万円以内でこだわらなければ十分に普段使いでも使えるスペックだと思います。続いて一括1万円以上の機種は何個かあるんですが、その中でもお得感が強い2機種は、レドミノート11プロが一括19910円、シャオミのミー11ライト 5G が一括15400円となっています。1万円台でミドルクラスのスマホを手に入れられるのでおすすめです。気になる維持費は、初期手数料が3300円と SIM カード手配料の433円、それに月々の契約プラン料がかかってきます。今回のセールでは 1GB の770円からの契約プランを選ぶことができます。一番安い550円の契約プランは選ぶことができません。注意してください。翌月からは 500MB にプラン変更も可能なので、維持費を抑えたい方は契約後すぐにプラン変更をしていくことをお勧めします。次に最安での維持費を計算してみました。1ヶ月目は 1GB コースで、翌月からは 500MB コースに変更した場合になります。半年使っての維持費の総額は7253円、1年間で15553円となります。電話が使えて1年間で1万円は安すぎですよね。端末を安く購入してすぐに解約すると、短期解約となってブラックリスト入りする可能性が高いので、維持期間と維持費をよく考えて他に乗り換えたり解約するなどしていただくといいと思います。 OCN モバイル1のセールはお得なので、ブラックリスト入りするとかなりもったいないので、解約する場合は維持費も安いので、維持期間に余裕を持って解約 MNP することをお勧めします。セールの期間は12月26日までとなっていますが、人気機種は売り切れるので早めに購入することをお勧めします。はい、ということで今回は OCN モバイル1のセール情報でした。いかがだったでしょうか。ご視聴いただきありがとうございます。もしこの動画が参考になったら、チャンネル登録、グッドボタンお願いします。この他の動画でも iPhone や PC ガジェット系の動画を配信しています。そちらの動画もぜひチェックしてみてください。